クロードです。今回が僕の持ち込み企画になりますね。はい、はい、ずっとやりたいって言ってたやつね。いや僕がずっとやりたいと思ってた企画なんですけど、僕らの友達のおしゃれな人をスナップするっていう、うんうんはい、ついに始まりましたアワーズスナップ念願の念願のだからまあテーマはその僕らの知り合いとか、うんまあ、友達のまあおしゃれボーイにフォーカスしてその子の私服とかをまあ僕らのテイストに合わせた映像表現をしていくみたいな感じの、うん、めちゃめちゃ洋服好きな友達をちょっとスナップしてきたんでよかったら見てってください、はい、ということで1人目レッツゴー。が原島貴人くんです。お願いします。お願いします。貴人くんと知り合ったきっかけがサレンっていうお店のモデルをやってくれて、はい、知り合ったんですけど、私服がめちゃめちゃおしゃれで、はい、上品さがあるかつエッジが効いたスタイルを持った人だと思ってて、海外のキャンペーンモデル。もうたくさんやってて、まあ、バレンシアガだったりね、いやよくその1月、去年、一昨年のパリ行った時に超でかいバレンシアガ、バレンシアガの僕結構でかかったよ、ね、高人君出てたもんね、でかいやつを見て、うわ、高人君大きいでけえみたいな、俺も超見てたっていう感じで、すごい今めちゃめちゃ活躍されてるモデルさんなので、ちょっと今回紹介させていただきたいと思いました、はい。でまあ、今回のコーディネートのポイントをちょっと簡単にちょっと聞こうかなと思います、はい、タンクトップにデニムでちょっとカジュアルなんですけど、うんはい、こういう上品なバッグにスカーフを巻いて、うんうん、あそれ自分で巻いてんの、自分で巻きました。あそうなんだ、すごい、かわいい、ブーツめっちゃかわいいね。それは古着？これは新品です。そうなんだ。1万ちょいぐらいの感じ。あ、そうなんだ。どちらの？テキサスビレッジ。ああ、はい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 。そうなんだ。コスパ最強だね、はい、うん。パンツは？パンツはラングラー。ああ、ラングラーなんだ。ラングラーなんだ。ちょっと珍しくない？そのちょっと俺あの茶色いさ、うん、レザーのやつついてるの。うんです。で、綺麗にまとめました。いや、めっちゃかっこいいっすね。ありがとうございます。めっちゃシンプルだけど、ちょっと小物の使い方とかね。そうですね。すごい、はい。手作りってすごいね。手作りです。それ元のバッグは古着？普通に黒いレザーの。ああ。で、そこに巻きつけて。巻きつけて。という感じです。一個だけ質問。はい。ちょっと好きなブランドだけ、一つだけ聞きたいなと思って。最近ちょっとインスタとかを見てかっこいいなと思っ
ってるのは、うん、ピーター・ドゥ。おお、ピーター・ドゥ。ですからテーラリングがすごい綺麗。いや、そうだよね。かっこいいよね。テーラリング結構話題上がるよね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。次二人目。はい。行っちゃいたいと思います。になりますね。はい、お願いします。お願いします。ゆうきくんはファレンのねモデルをタガト君と同じ感じで、ね、あの何度かやってくれたモデルさんで、全員一のもうおしゃれなモデルさんって感じなんで、ね、海外のランウェイや東京のコレクションも数多く歩いてるモデルさんなんで、今引っ張りだこの大注目のモデルさんということで、はいはい、ちょっと今回紹介させていただきました。コーディネートのポイントを軽く聞けたらなと思います。ポイントは、はい、最近この T シャツ買ったんですけど、あーめっちゃかっこいいね。これがヴィンテージブレスっていうブランドで、あ、ブレスなんだ。ヴィンテージの T シャツをドッキングして作られてて、まあ首がスカーフみたいになってて、色も赤で T シャツが結構派手なんで、うん、パンツとスニーカーは結構まあシンプルなものを選びました。あ、あのバッグはどこに？バッグはこれはザラのバッグに、そうなんだ、ザラピーター・ドゥのチェーン。あ、ピーター・ドゥのチェーン。お、じゃあ2人目だね。あ、ピーター・ドゥね、あのリメイクしてる。あ、そっか、ザラにピーター・ドゥのチェーンつけてるから。タガト君もバッグすげえおしゃれ。うん、パンツは古着？パンツはこれランダムアイデンティティ。あ、ランダムアイデンティティなんだ。へえ、かわいいね。チップになってる。結構トラックパンツなんですけど、うん、まあ、太さも程よくて、結構トップスはシャツでも何でも選ばないから、色に合ってる。じゃあおしゃれっすね、相変わらず。ということで、好きなブランド一つだけ教えてください。一つだけです。一つです。渾身の、渾身の。ピーター・ドゥ。おいえー、2人目。タカト君もピーター・ドゥでした。タカトはルメールっていうかと思って。確かに。ピーター・ドゥはもう今後間違いない。おしゃれレンズがリングぐらいだから要チェックだね。要チェックです。ありがとうございます。ありがとうございました。ということで3人目いきまーす。
矢野さんになります。どうもお願いいたします。お願いします。矢野くんはですね、僕的に数多くいるモデルさんの中でも矢野くんにしか出せない独特の雰囲気を持つモデルさんです。間違いない。間違いない。全然そんなことない。ハイブランドからユースまで数多くのブランドのランウェイを歩いています。さすが全然です。あと、まあ、これ個人的なやつなんですけど、個人的に矢野くんのチャーミングな笑顔が好きです。恥ずかしいよ。コーディネートのポイントとアイテム紹介をお願いいたします。はい、はい。まあんまみんな着ないんじゃないかなっていうジャンプスーツを着てるところ、まあ、つながってる。これはオーラリー。オーラリー。あー、オーラリーなんだ。結構でも聞かれるし、どうかなみたいな。でもオーラリーって言うと、まあ、意外みたいな。ちょっとなんかこう意外性みたいな。と、あとはそのバッグは、バッグは一応プラダのプラダバッグ。そういう、なんて言うんだっけ、そういうバッグが巾着か。へー、なんか、2、3年前からずっと巾着探してて、でもメンズで巾着ってなくて、いやー、分かる分かる、見たことないかも、あんまり。結構フェミニンになっちゃうと思ってこう探してフラッと入った、しかもそこの宮下パークの宮下パークフラッと、そうなんだ。買いまして。靴はどこなんですか。靴はあのサシャガレルっていう。サシャガレル、はい、はいはいはい、サシャガレル、あー、はいはいはい、はい、ちょっとこう前に日本に入ってきて、2年くらい前かな。かっこいいなと思ってたら日本は全然売り切れちゃって。あ、そうなんだ。販売みたいな感じなんだ。で、高いし、探してたけどと思って諦めてた時にパリで見つけて。あ、はい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 、パリ行った時に買われた。買いました。思い出の一足だ。思い出の一足、うん。しかも安かった。めちゃくちゃ安かった。それと最後に好きなブランド一つだけお願いいたします。教えてください。一個教えてください。一つですか。はい、あ、でももう決めてたんですけど。おお、悩むな。嬉したけど決めてたんだけど、まあね、デザイナー変わってからめちゃくちゃかっこよくて。あ、まさか、あれ、まさか、あ、分かりますよ。ダニエル・リーガーやった。あー、ボッテガ・メネタが、ボッテガですね。本当にかっこよくて、うん、でもやっぱ高いから、高いよ、なかなか買えないんだけど。結構値段化け物だよね。えぐいね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます、ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。よかったらインスタチェックしといてください。お願いいたします。はい、はい、近いね。どうでしたか、初のアワーズスナップ。はい、日焼けしちゃった。もう今日マジ炎天下でした。もう撮影で日焼けしまくりましたね。はい、まあ、でも無事終わってよかったもん、ね。いやー、めっちゃ楽しかった ね。なんか初めての試みですごい面白かった。なんかいろんなめちゃめちゃおしゃれな人もさ、うんうん、夏服見れたからモチベ上がったよね。あとその人たちのなんかさ、好きなブランドとかさ、2人さ、ピーター・ドゥでかぶってて、あ、じゃあもっとチェックしようかなって思ったし、やっぱボッテがかっこいいよなって思えたし。いや、そうだよ、ね、確かに。いや、ちょっとね、この企画、まあ、第2弾、うん、いいね、2000ぐらいいったよ。2000ぐらい、2000個いいね、来たら2000以上いったら第2弾。第2弾、第3弾、どんどんやっていくんで。いいね、押してくださいね。お願いします。ということで、また楽しみにしておいてください。はい、お願いします。また次の動画でお会いしましょう。